2024年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、16年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。特にチャンネル登録がモチベージに重要だから、視聴して気に入ったらどんどん登録してくれよな。1日10人が目標だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。韓国、ユン大統領支持率、就任後最低の 21%。では、記事のツッコミを読むわよ。韓国、予想通りというのか、当たり前というのか。4月10日の韓国総選挙で、与党歴史的大敗を、したことで、その責任が、ユン氏にあることは明白だった。そして、韓国メディアが国民からユン氏が、支持されない理由を、朝鮮日報からハンギョレ新聞まで、いろいろと社説で書いてきた。それを読めばユン氏が国民から支持されない理由が、対話ができない。独裁者、身内に甘い、日米に土下座外交、反日封印などいろいろとわかる。ユン氏は選挙に大敗して、一度は野党代表のイ・ジェミョンと面談したが、それも互いの主張を言い合うだけの無駄な時間であった。それで、6月に入って約2ヶ月ほど経過してきたが、結論を述べると彼は何も変わってない。つまり、彼は選挙で敗北した理由について考察もしなければ、国民のことを考えることもなく、未だに同じような振る舞いを続けている。これで支持率が上がるわけないだろう。しかも、ライン問題で日本の岸田総理に強い対応をしてくるかと思えば何もしない。もはや、ユン氏は岸田総理の言いなりなのかという評価が、韓国内で出てきたほどだ。まずはそこを確認しておくか。2024年5月26日、韓国、ハンギョレによると、ユン・ソンニョル大統領が、岸田文雄首相との首脳会談で、LINE ヤフー問題を、めぐり外交とは別の事案と、述べたことについて、韓国野党ともに民主党が、屈辱外交と強く批判した。記事によると、ユン大統領は26日、ソウルを訪問中の岸田首相と、会談。LINE ヤフー問題を取り上げ日本の、総務省による行政指導は、韓国企業である、ネイバー社に持ち株を売却するよう要求したものではないと、理解していると述べた。その上で韓国政府は外交とは別の、事案と認識している。不必要な懸案にならないよう、うまく管理していかなければならないとの、立場を示したという。これに岸田首相は日韓政府はこの問題について、今後も緊密にコミュニケーションを、取っていくと応じたという。ユン大統領の発言について、共に民主党のファン、ジョンア報道官は、日本の立場を代弁し、真っ赤な嘘を容認した。韓国の未来とデジタル強国への、自負心まで捧げてしまった。歴史歪曲、得度独度、竹島の韓国名神脱、福島汚染水に加えて、LINE強奪問題まで、日本の傍若無人な暴走に、対して問題提起すらしなかった。ヨンサンの大統領室がまるで、日本の首相官邸のように、感じられる。などと強く批判したという。この記事を見た韓国のネットユーザーからも、日本政府が韓国企業を、奪おうとしているのに、外交問題ではないと？どこの国の大統領？ユン大統領はなぜ日本にそんなに、寛大なのか。断崖自由にあたる発言だ。そのうち得度独度も日本に渡してしまうのでは？こんな人が一国を代表する大統領だなんて恥ずかしい。退陣後に反逆罪で裁判にかけなければこんなにも屈辱的な外交は初めてだなど、批判の声が殺到している。ニュースは以上。ここでもう一つの視点として、ハンギョレ新聞に掲載されている記事を見ておこう。ユン氏の発言は日本側用語として受け取られてる。何よりユン大統領のこの日の発言は事実関係とも合致しない。
日本総務省が3月5日と4月16日の2度にわたって LINE ヤフーの代表取締役に送った行政指導文書には、ネイバーの持つ LINE ヤフーの株を意味する資本関係または資本的支配という表現が複数回登場する。特に2度目の行政指導では、上記の資本関係に関する見直し要請についての進捗も含め、7月1日までに措置の履行状況や実施計画について具体的かつ明確に報告されたいとなっている。これに従い、 LINE ヤフーの株を正確に 50% ずつ持っているネイバーとソフトバンクの間で株式売却交渉が進められていることを両者は共に公式に認めている。行政指導の内容は株式売却要求ではないというユン大統領の発言は、資本関係に関する見直しに言及しておきながら持ち株整理要求ではないという日本政府の二重的態度を韓国政府がわざわざ弁護した形となった。韓国企業に対する過度な制裁だと日本政府にはっきりと抗議し、再発防止を求める姿勢を韓国大統領に期待してはならないのか。ニュースは以上。この日韓の首脳会談で韓国人がユン氏に対して激怒した。ただ韓国では日本の総務省が業務改善命令は日本側の過度な措置な制裁だと強く批判したいのに、いつもの日本の左翼メディアが乗ってこない。これはどういう風の吹き回しなんだ。入管法の改正には飛びついたのにな。朝日新聞や東京新聞あたりが韓国に対して制裁を止めるべきだとか、そういう記事を期待してたのに出てこない。つまり左翼メディアも擁護できないほど韓国人の主張は日本人からすればおかしいのだ。一度個人情報流出させて何の対応策も取らない。そして二度目の個人情報流出である。しかも流出したサーバーは韓国にあるので、それを日本側に持ってくると約束しても守らない。韓国人が日本人に対してデタラメなことを散々述べているのだから、このような業務改善命令を出すのは当然だというのが日本側の共通見解なわけだ。業務改善命令に従わないなら追い出すだけの話だ。そして日本ではこのような法律ができているのをご存知だろうか。ハンギョレ新聞の別記事で見つけた。たとえ総務省の持ち株売却要求が撤回されたとしても、それで終わりではない。日本の参議院が5月10日議論の余地がある重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案を可決したためだ。これによって日本政府は経済安保上の重要情報にアクセスしうる民間企業を排除する法的根拠を持つことになった。行政指導ではなく法に基づくネイバー排除が可能になったのだ。だからこそなおのこと大統領は今回の首脳会談で、今後日本が安全保障を理由に釈然としない外国企業差別を行うのであれば座視しないと釘を刺すべきだった。つまりこの法案で外国企業ネイバーの排除は可能になったので、これ以上舐めたことしてたら追い出すぞと。でもこれのどこが外国企業差別なんだろうか。差別というのはある企業だけに該当するときに使うものだ。この法案は外国企業全体を同じルールで扱うもので、外国企業差別というものではない。いい加減理解しろよ。外国企業はお客様であって、国のルールに従わないと商売できないことを、それが差別というなら日本から撤退すればいいだけじゃないか。しかしこちらはここで日本に強く対応して反日に切り替えると思っていたのだが、まさかの予想が外れた。でも心配しなくていい。顕著なよだ。なぜなら彼が反日ドーピングしなくても、それはそれで韓国大統領の弾劾に突き進むだけだ。でもここでまさかユン氏が日和るとはな。彼は本当
選挙後から自分の立場が、致命的に危ういことを理解してないのか。あと、与党から8人ほど裏切れば、弾劾されるのだぞ。どう見ても綱渡り状態だと、思うんだが、彼はろうそくの炎が怖くないのか。すでにろうそくの準備は北朝鮮がどんどん進めているぞ。このように自分の行いを、全く反省しないユン氏。そして、最新の支持率が出てきた。なんと支持率が 21% だ。いよいよ 20% 切る時が、近づいてきた。20% 切ればさすがに、ろうそくでもに動くんじゃないか。つまり、6月は楽しみだな。G7 にも韓国は招待されなかったので、6月に外交予定はないものな。さて、ろうそくの炎が燃え広がるのか。韓国人はどう見ているのか。記事を引用しよう。ソウル連合ニュース、世論調査会社の、韓国ギャラップは31日、全国の18歳以上の、1001人を対象に、28から30日に、実施した調査の結果、ユン・ソクヨル大統領の、支持率は前回調査21から23日に、比べ、3ポイント下落した 21% となり、2022年5月の、就任後最低を記録したと、発表した。これまでの最低は先月10日の、総選挙直後の 23% だった。不支持率は3ポイント上昇した 70% で、就任後最高を、更新した。ユン大統領を支持する理由は医学部定員の、拡大 14%、外交 13%、国防、安全保障頑張っている、最善を、尽くしている。全般的によくやっている。庶民政策、福祉真面目、率直、偽りなし。いずれも 4% などが、上がった。支持しない理由は経済、国民生活、物価 15% が、最も多く。コミュニケーション不足 9%、全般的にうまくできていない。7%、拒否権行使独断的、一方的外交いずれも、6%、海兵隊捜査への圧力経験、資質不足、無能いずれも 4%、キム・ゴンヒ夫人をめぐる問題 3% などと、続いた。政党支持率は保守系与党の、国民の力が前回調査より1ポイント上がり 30% となった。前回調査ではユン政権発足後最低となっていた。革新系最大野党ともに、民主党は2ポイント下落した 29%、祖国革新党は 13%、改革新党は 2% だった。支持政党がない無党派層は 22% だった。ニュースは以上。重要なのは支持する理由ではない。すでに2割しか支持者がいないのだ。つまり、固定支持者が3割ほどいたのにその1割が、脱落。いよいよ後がなくなってきたわけだが、支持しない理由は最初に、触れた通りだ。あとは韓国経済の内需が、死んでるので国民が経済や、物価について、高い関心があるのは当然だろう。でも、無能でアホなユン氏には何も、期待できない。支持しない理由は経済、国民生活、物価 15% が、最も多く、コミュニケーション不足 9%、全般的にうまくできていない 7%、拒否権行使独断的、一方的外交いずれも、6%、海兵隊捜査への圧力経験、資質不足、無能いずれも 4%、キム・ゴンヒ夫人をめぐる問題 3% などと、続いた。経済的な不安を抱えるのはいいが、ぶっちゃけ誰がやっても、韓国経済は死にたいなのでそこまで、大きな違いはない。そもそもユン氏は電気代や、ガス代の値上げをスルーしているが、それはそれで韓国電力や、ガス公社の赤字を、爆増させるだけ。設備投資する金もなく送電線が、引けないのに電力需要は増すばかり。経済的な問題に注目されていくなら、ユン氏の支持率はもっと落ちていく。それで、韓国政府は経済に青信号が、灯ったとか言っているが、国民大多数がそう思ってないことが、
露呈されているぞ。支持しない理由の一番が、経済、国民生活、物価と、経済的な理由からじゃないか。この先、改善の兆しがないのにどうするんだろうな。もちろん、支持率が落ちていけばろうそくと、弾劾が待ってる。どう見ても崖っぷちに立たされている。なのにどうして反日しないんだよ。反日しなければ日本が韓国の、経済破綻を助けてくれるとでも？日韓通貨スワップ増額に、応じるとでも？それは甘いんじゃないか。では、ネットの意見を見ておこうか。マリサ、あとはお願い。おう、最後まで読むぜ。1、まずいな。これだとユンはダメと判断されたが、次の候補次第では、保守系を選ぶ可能性まだまだ高い。2、やはりムンムンに再登場していただかないと。3、間もなく弾劾が始まるな。4、それは大丈夫。共に民主の支持率が与党を下回ったみたいな数字だけど、あの玉ねぎ男が党首の政党も共に民主の半分くらいあり、合計すると与党の国民の力の数字を圧倒してる。つか、ユンや今の与党から野党になったら大変だみたいな寝言言ってる奴らって、元大使の武藤とか三景黒田とかが典型だけど、すべて韓国の工作員だからね。日本にとって、そもそも韓国のような究極反日党人詐欺犯罪テロ支援国家と、関係改善なんざ、百害あって数としなし、失笑。5、両日ユンでは売りなら有権者の、不満怒りが有頂天。6、まあ本来今の野党が、勝つ予定だったわけだしな。早く反日に全振りしてもらった方が、楽しくていい。整形しすぎて自分の遺伝子残せない消滅国家の、断末魔、タイタニックの音楽隊だよ。7、まだ反日カードが残ってる。就任前から竹島では引かないから岸田とは話しついてるかもな。8、多分岸田より支持率高いから心配すんな。9、国民が直接選ぶ大統領でこれはまずいのでは？ 10、反日、加速します。以上の10個だ。このようにユン氏に対する意見はそろそろ弾劾が迫ってるなと。反日カードがあるから大丈夫とか。まあ、何が大丈夫かは知りませんがね。ニュースは以上。霊夢、ユン氏の支持率が順調に落ちていってるな。ろうそくでもや弾劾もどんどん近づいてるわね。しかし、反日チャブ大返しは封印したままなのか。どうなのかしら。このまま弾劾されるぐらいなら反日カードを切りそうだけど、といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てくださいね。チャンネル登録よろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。